はい、今回も UK 柏高校サッカー部に来てます。で前回はあの1年生の初練習に参加させてもらったんですが、今回はですね、まあ、UK 柏高校プレミア、プリンス、県一部3チームが1チーム内に所属してる、でその最高峰にプレミアのトップチームに体験入部させてもらおうと思ってます。今日も頑張っていきます。行ってきます。キャプテングループにぜひ、はい、お願いします。一番こう気合入ってるんで、あの一番こういうのが課題のマッチボールみたいな。10kg だっけ。これ何キロあるんですか。90。これフルスクワットも書いてある。うわすげえ。膝の筋肉がすごいですね。いや、まあ、膝というかまあまあ大体四頭筋の腰ね。ももの。着地3秒ぐらいキープしてよ。3秒ぐらいバランス取って、結構低いところで止まって。すごいこんなんあるんですね。こんなん出身プロ選手紹介。林明。関川選手、関川選手、関川選手。あと、ジャーナル選手とか。そうね、めっちゃ弱いね。いや、まだ国際もこっちも弱いね。下の。ここは OB 選手ですかね。うん、すごいですね、この量。いや、マジですごい。どうですか。またやるっすね。あ、まだマジできつくない。あれ声出すのきつくない。あれ声出さなければ結構いけんだけど。そうっすね、うん、みんなと歩幅合わせないといけないし。声出しなかったもん。はい。サボんないでください。そんな今日前の方に入れていただいて。あ、前の方がきつくない。あ、そうなんですか。最後に声出す方がきついだから。ああ。めっちゃきついけど、多分あの試合中やっぱ足つらないって言ったけど、走りながら喋ったらきついもんね。あの木曜日の爆発メニューの一つのクリーン、もうめちゃくちゃ爆発させてほしいので、クリーンをやるのと、クリーンとセットで片足のスナッチっていうのをやります。一回見せてください。これが一番前らしい教科書です。あ、上手。うまい。安定してますね。いいよ。今回はちょっとはもう軽すぎるんですよ、これが。軽すぎると、クリーンはとにかく重さの設定がすごい大事です。軽すぎると全く意味はなさないので、この重さっていうのを必ず見つけてください。クリーンは HRM 測定してないから。そう、めちゃくちゃうまい。スプリントとかの姿勢で用意ってこうみんな構えるじゃん。用意ドンでダッシュする、この爆発的な力、この力の爆発力を高めるのがクリーン。やばいわ。そうそうそう。うわー、うまい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 わ。苦手。
バーベルが体の近くを通る。背中と股関節、もも裏でしっかりパワー貯めて、それを一気にする。クリーンもスラッシュも出るそうよ。1セット少ない。そんな高校生の前で。それじゃあ、あの時間がね。なんで今言ったんですかそれ。木曜日やったのを今日あのちょっと後半部分だけねやったんだけど、あの木曜日は基本的にもう完全調整になるので、例えば1セットがいいとか片足のスナッチだけでいいとか、それは全然 OK だと思います。なのであの積極的にねちょっと取り入れて、多くのあアスリートがこう試合前にねやるトレーニングとしてやっぱクリーンとかスナッチっていうのを取り入れてるので、ぜひね皆さんにもこうトライしてほしいと思ってます。いいですか。はい、であともう一個はあのとにかくサッカーのどこにつながるかっていうのを常に意識して、まあ、用意どんでも何でもいいんだけど、自分の中で、まあ、ここのジャンプ力とかここの瞬発力ってこのトレーニングにあぴったりだなとか、そういうのを考えながらちょっと頭使ってトレーニングしてください。はい、じゃあ終わりです。気をつけて、でよいしょ。次は1、2年生も来るので、トップチームのメンバー合流してグラウンドで練習みたいなんですけど、またなんとあの15分のあの水道ランニングが、水道ランニングある感じがある。ペース変わんないね。ペース変わんないです。すげえね。きつい。声出すのきついね。いや、確かにもはや、もはや声出さなければいける。声出した方が息できるの。全然声出してきつかったし。こんな終わりを意識したらダメっすよ。高校時代から終わりしか意識してない。いや、そんないかに楽しよう、みんな上手くなりたいと思って、いかに楽しよう、いかに練習したいっていう、いかに楽しよう。走りがある日はですよ、はい、こういう気持ちで俺あの高1とか走りたくないですね。みんなでやるから乗り越えられるんですかね。そうそうそう、いやそれはあります、それはあります。きついサッカー、サッカーのためにきついことがあって、きついためにサッカーをしてるわけじゃないです。まあ、みんなで高め合って、そうです、でも走りたくない、引っ張り合って。1週間の週末のゲームが空くから大事にしなきゃいけない。まあ、監督がお前たちに落とし込もうとしてることって、そんなすぐできて全部の試合に勝つってやっぱりなかなか難しくて、やっぱりミスしながら試合をしながらちょっとずつできるようになって次のステージに入っていかなきゃいけないよね。やっぱ今週すごく大事だ、トレーニングが集中してきちんと取り組む、でゲームの結果に一歩ずつでもいいから結びつけていけるように。あとよし、はい、じゃあ15分から OK、お願いします。はい、行きます。はい、ゴーゴーゴー、セイセイゴー、前回やっといてよかった。
高く行け。よし。何キロ、60じゃないな、71か2どう？いや、ジャスト70か。あ、選手に伝えたりしてんですけど、スピードともに劣化してるので、もう一回こう自分でこう鍛え直しながらフィーリングをちょっとこう今掴んでる最中というか、フィジカルコンディションも上げて、はい、こんなタイプ。おい、火曜日の強度出してよ。ここで切り替えまでやればかなり数字も出るはずだけど。まだ出てよ、松井くん。皆さん、あれ9めっちゃ速いです。9めっちゃ速い。もう聞いて。もう聞いて。うわぁーゴール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 ゴよし、強度しっかり出るし、はい、はい、はい、すごい！すごい！ナサ頑張れ！すごい！最後まで守ろうとしろよ。5枚の中での連続プレーも自然と体が動くように。あれ、これあそこに入れられた時はどうするんだっけ。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。あー、キャベツにされた時どうすんの。ボールの置きどころ行きます。ボール前になったらちょっとアングルコントロールして、もう追い込んだと思ったらこう揃っちゃったんですよ。だけどまだまだやね。でもだいぶ一時期よりは戻ってきて、少しずつ最近いろんなとこ行かせてもらってる。目の前の相手だけじゃなくて、スペース、ボールのない状況の1対1もあるわけだし、まあ、そこはだからやること増えるけど、きっちりやれるように。あとよし、よし、やばい。
先週もさ言ったけどさ、ただの根性連で終わんないように、まずは例えば攻めてる方からすれば、ボールの状況が良かったらボール持ってない人はどこに向かった方がいい、ボールに近かった、だから相手の背後に抜けたりだとか、その背後を抜けるのも例えばディフェンスに対して、例えばボールが剥がれてるんだったらこの間にスルーパスが入る、こういう風に要求した方がいいのか、ここの前にボール要求した方がいいのか、全然違ってくるよな。ドリブルしたら2番に入っていくの、なんで最初パスなの、リーチつけないけ、止め、よし、ああいう時だよ、言ってる、こうやって詰まるんじゃねえぞ、はい、やった、はい、右、はい、待て、だからボールを持ってたら、まず一つはゴール向かうシュートがあるじゃん、敵と対峙してて、このウリュウにしてもしょうがないんだから、これだけスペースあるんだから、やっぱ敵を外しに行かないとダメ、敵を外しに行ってる段階でまたボールを持ってない選手が敵を外せば、そこで初めてうまくいくんだ、ハイが上がりきった中でセンタリングの割り吉けど、すごい実践でめちゃくちゃあるからね、こういう火曜日にやっぱちょっと強度出してスペシャルトレーですね、ちょっと実践向きの心配も上げて、その中で対人と技術などあんまりスペシャル1対1って、はい、試合ではそんなないけど、フィジカル的なコンディション、そうまあ、あとはうちのコンセプトっていうか大事にしてるところは、あのボケない、あ、はいはい、他のチームよりもシンプルなメニューっていうのはやっぱ多いかなと思うんで、ちょっと我慢すると今年はもうちょい結果ついてくるのかなって思ってですよね、ありがとうございます、このフルメニューはなかなか、はい、頑張りまーす、7、8、9、10、6、7、8、9、10、お疲れ様でした。
俺からは監督言ってたようにそのゴールに向かうっていうそのもうメンタル的なことは今日は言わないので、なんか2対2だったら例えばだけど幅と深さを取った方が相手として嫌だし、ボールの味方の置く位置によって動きを変えるとか結構考えれば分かることなんだけど、できてない人が結構いる、まあ、ただやってるだけっていう、考えてやらないと上手くならないし結果にも つながらないし、だからそこを監督が提示してくれるし、でもそれを自分のものにしないといけないから、それは一つ一つ噛み砕いて一個一個こだわってやっていくっていうことを継続しないといけないから、結局のところ、これどのカテゴリーでも一緒だから、だからゴールを取るためにゴールを守るために最優先順位で考えれば分かることなんだけど、でもどうしてもボールに寄ってしまうし一生懸命やるとね、でもそこは考えて相手が嫌な形を取らないといけないし、そこを自分からリアクションじゃなくて自分のアクションでこう引き出してほしいし、出してて OK で、そういう関係が良くなれば質が必然と上がるから、だからそこはみんなこだわりながらやってください。本当は強度高くて実践向きだし、この一個一個のきつかったけどダッシュでも戻るセンターバックとかめちゃくちゃあれ大事なの、あれただ戻るだけと本当にこう首振りながら体の向き作りながら、結局準備の部分だから、ボール受けてもそうだしドリブラーのもそうなんだけど、守備も準備だから、ね、下がることだから、まず大前提下がるんだけど、下がりながら相手をこうしっかりと下がりながら、もういい選手は直線的に戻んないから、少しこう相手がやっぱずれてくるから、それに対して少しずつポジション修正してるから、ね、だからそういうちょっとしたことなんだけど、ちょっとしたことをこだわってください。そうしないとやっぱ結果につながりにくいから、まあ僕からはもう以上です。また頑張ってください。明日ありがとうございました。この中で本当はね、こうなんかカプセルで1個のでこうチームとか置いてあるんだけど、これは俺もあまり見たことがないで、ここで見ができるっていう、すごいよこれ。ここで有名なところで言うと、昔ワールドカップで怪我したベッカムがこの酸素で怪我を、まあ治癒力が速くなったりとか疲労回復とかすごい望めるから、この要するに、ね、生活させるんだってね。ああそうなんです、この中で。そう、4畳半ぐらいのスペースで生活させて、ああ、だからこれはすごいですね、ほんとすごいわ。宇宙ステーションみたいな。いやほんとに、いやマジすごい。これ閉めて、はい、でも高圧酸素にパンパーって入れて、そうで、まあ40分ぐらいかな、40分ぐらいが、まあ、入ったり1時間かかる。これめちゃくちゃいいですね。いいでしょ。めちゃくちゃいいです。これでミーティングできるんで、そうそう、回復しながらミーティング。大体寝るんですけど、1個だと1人。でそれ順番待ちみたいな感じで、一気にこれ。試合終わったらすぐ連れてきてここに入れるじゃないですか。そうですね。ですぐ試合の映像流しながら。はいはい。したら何の気なしに寝たら結構。ですよね。こういう風にやっぱその広がっていくっていうか、はい、そのなんか。交代でね、これあんの？いや、ない。J にもない。J にもないです。J で見たことないね、これ。予定表するつけない今週の。すごいよ、これマジですごい、マジですごい。はい、今回琉球柏高校サッカー部トップチームプレミアリーグに今参戦している選手たちと一緒にトレーニングさせてもらいましたが、ベースが高いよね、筋トレにしてもベースの部分、あと技術、サッカースキルのところもそうだし、やっぱり選手の求めてる意識の部分が高いし、やってて本当強度は今日高かったんですけど、強度だけじゃなくて質の部分もしっかりと伴っていて、本当にいい環境下で選手たちはやれてる、雰囲気も良かったですし、まあ、僕自身もこうやっていろんな、ね、届き回りながら、僕の個人スキルもちょっと今年は上げようというふうに思っているので、まあ、非常にありがたい練習でしたし、自分も考えながら質を上げながらっていうので、まあ、選手たちと触れ合えて本当に貴重な機会でしたということで、今回は琉球大柏高校サッカー部、これからも概要欄の方に記載してあるんですが、試合がありますので、応援行ける方々はもうぜひね、琉球柏高校サッカー部の応援をよろしくお願いします。それではまた違う県でお会いしましょう。琉球柏高校サッカー部からでした。お疲れ様でした。